それでは2012年ドリフトエンジェルス、皆様に最後のご挨拶をお願いいたします。ではキャプテンからいきますか。はい、皆さん本当に、今年1年たくさんの応援をありがとうございました。私は、ドリエとして2年間活動させていただいたんですけれども、もう本当にアップガレージの皆さんはいつも本当にあったかくて、で、私去年も卒業式をこうやってやらせていただいて、で今年2回目なんですけれども、ここまでしてくれるチームの方々というか会社って絶対ないと思いますし、本当になんかあったかい方々に支えられて、この2年ドリエンとして私を、受け入れていただいたことを本当に感謝しています。そして応援してくださるファンの方々、本当にドリエンファンの方はみんなあったかくて、もう見渡す限り今年こんな初めて卒業式に集まっていただいて、年々応援してくれる方が増えるっていうの本当に嬉しくて、もう今もすいません、また言葉がまとまらないですけど、本当に皆さんいつも温かい応援をありがとうございます。そして今年も本当に最高のメンバーに出会えました。私が本当に頼りないので、副キャプテンの芝前に任せることが結構多くて、その先ダンスを最初3年ができなくて、できっかけ芝前が強く言ってくれたことがきっかけで団結が深まっていって、で絆も深まっていって、でこうやってオートサロン前に本当にもう仲がねもっともっと良くなっていって、でこの前も言ったかもしれないんですけど、その当初から約束していたお泊まり会だとか鍋とかしようねって言ってたのも、この前ようやく実現できて、で本当にもう仲良くなったって思った時にこうやってお別れが来て、本当にもう時間もっと時間が欲しいって、やっぱりまだなんかこのメンバーでやっていきたいなって思うんですけど、でももう本当にもう卒業なので、こうやってお別れが、私何言ってるんですか。でもみんな本当に頼りないキャプテンについてきてくれて本当にありがとうございます。そしてこうやって応援してくださる方々、アップガレージの方々、本当に2年間ありがとうございました。私はこの大好きなアップガレージでもう今年でエスクイを卒業するんですけれども、もっと、有名になってビッグになって、こうやってアップガレージの方々や応援してくださる方々に恩返しをしていきたいと思います。そして卒業しても、これからもアップガレージを応援し続けますし、ドリエンも応援し続けます。皆さん本当に2年間ありがとうございました。はい、徳永咲さんでした。ありがとうございます。ではレイチェル行きます。はい、皆さん本当に1年間応援ありがとうございました。私はドリエになって変われたと思うことがたくさんあるんですけど、本当にドリエになったばかりの頃は引っ込み思案だったし、人前で話すのも得意じゃなくて、元気なドリエが自分に務まるかすごい不安もあったんです。ドリエには
優等生って言ってもらえたけど、本当は全然優等生なんかじゃなくて、毎回トークの前は全部自分で原稿考えて暗記してってやってて、でもアドリブが効かない自分が本当に嫌で、それですごい悔しい思いしたこともあったんですけど、でもドリエンにできないなんていう文字はなくて、この体育会系のメンバーと一緒に一生懸命がむしゃらに頑張ってきたら、気づいたらすごく成長することができて、本当にこんな何もなかった私に見つけてくれて、ドリエンというチャンスをくれたことにすごく感謝しています。ドリエンと一緒に頑張ってきて、頑張ればどんなこともできるんだってことが分かりましたし、レースクイーン大賞、テレビ東京賞というすごく自分にとって大きな賞も受賞することができて、本当にこの1年が自信に変わりました。2013年も頑張っていきます。そしてアップガレージの皆様、ドルーピーの皆様、カオリン、サキチャソン、さらにアシュママ本当にみんなのことが大好きです。そして応援してくれる皆様の支えに本当にこの1年助けられました。自信がなかった私に自信をくれたのは皆様です。本当に1年間ありがとうございました。はい、木戸麗華さんでした。ありがとうございました。はい、じゃあさらにはいきますよ。はい、はい、どうぞ。本当にドリエンを応援してくださった皆さん、ありがとうございました。と、私はドリエン後から加入したんですけども、後から加入したのに誰よりも本当に何をやっても下手くそで、地面からみんなと一緒にやることができなかったことをすごく後悔して、一生懸命追いつこうとしたんですけども、どうしてもなかなかうまくいかなくて、一人になった時に何度も悔し涙してました。でもみんなが本当に支えてくれて、特に芝舞がきついことを言ってくれた時に、もっとやらなきゃいけないんだなってすごく思って、すいません、すごく思ったので、ここまで成長してドリエンとして一生懸命やっていくことができたんだと思います。アップガレージさんはドリエンというドリエンをすごく大切に思ってくれていて、きっとなんか去年のドリエンとかも見てるので、なんでこの子選んじゃったんだろうって思った時もきっとあると思うんですけど、それでもやっぱり支えてくださったのですごく感謝しています。ドリエンになれたことを誇りに、今年も一生懸命頑張りますので、無理さらをよろしくお願いします。と、ずっとドリエンのことを大好きでいます。皆さんも一緒に応援してください。ありがとうございました。はい、森沙羅さんでした。ありがとうございました。では最後、芝舞いきます。まだ震えちゃった。すごい。はい、皆さんお集まりいただいて本当ありがとうございます。私は多分本当にカモリン、オーディションを聞いた時からドリエンが華やかなのも知っていたし、レースクイーンっていう枠じゃなくて歌って踊るっていうことが好きだったので、絶対やりたいと思って、絶対受かりたいと思ってオーディションに臨んで、で受かることができて始まったんですけど、今までのドリエンの中で多分一番ドリエンっぽくなくて、エンジェルらしさっていう女の子らしさ、可愛らしさとかがやっぱりちょっと欠けてて、カオリンに芝前は1年でエンジェルになるんだよ、変わるんだよとか言ってもらえたのに、やっぱりアドさん思ったのに、なんか私がこんな熱い
こんな暑いのでいいのかなと思った時もあったりしたんですけど、それでもなんかやっぱりこのメンバーでいろんな試練があったんですけど、こうやって仕事に対してみんなが気持ちが一つで前を向いて誰一人妥協することなく1年間ずっとやってこれたことが本当に素晴らしかったなと思ってこんなに仕事という感じではなくて自分たちが本当に毎回楽しかったので、こんなにいい環境でお仕事させてくれた部下英二さん本当に感謝していますし、社員さんもみんな温かすぎてもう家族、本当に家族みたいな感じでレースで応援させていただいてるドルーピーさん、バンドーさん、ふざけた進行とかスタート地点の進行とかしてるのに怒ることもなく、飲みお食事の場では兄貴が人生相談に聞いてくれたりとか、なんかすごい親身に、全部親身になってくれて、もう家族だなって思ってました。そういう日常から、もう今日で終わってしまうんですけど、そんな大好きなアップガレージ大好きな皆様のためにも、あの柴原舞ってアップガレージのドリエンだったんだよって言われるくらいびっくりさせて成長して、違う場所で頑張っていきたいと思います。なんかみんないいこと言った後なのにあれなんですけど、こんな泣き虫でひょうきんで暑くて暑苦しい柴舞でしたけれども、こんなにたくさんの方々が応援してくださって、本当にこの1年は私にとって宝です。今日という日、この1年を一生忘れることなく、こういう素敵な経験をさせてくださったことに感謝して、また頑張っていきたいと思います。2013年もまだまだ頑張っていきますので、皆さん見守っていてください。そしていつまでもドリエンアップガレージをずっと応援しています。これからもアップガレージみんな応援してね。はい、ありがとうございました。柴原舞さんでした。はい、ということで以上で2012年ドリフトエンジェルスの活動は全て終了ということになります。お疲れ様でした。